一生勉強、一生しよう。あえて今はテロップなしでおしゃべりします。このキャッチフレーズが今日の動画で一番お伝えしたいことでございます。今日は法律が定める飼い主の責任というテーマでお話します。のバックリーダーミスターの終わりでございます。というわけで始めていきましょう。2ミニッチューズで2分で解説、法律で定める飼い主の責任編。捨てるな。昨日ツイッターのトレンド入りもしていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、犬、ペットのイワンちゃんが、国内でですねコロナウイルスを発症、感染してしまったというニュース、もしかしたらそれを聞いて捨ててしまう人がいるんじゃないかと思いまして、今日はですね動画の内容を急遽変更してこの内容でお話ししたいと思います。飼い主の責任、飼い主の責任、飼い主の責任。よく言われるけど、飼い主の責任ってなんだ。犬がコロナウイルスにかかってしまうかもしれないという理由で捨ててしまうのは、飼い主の責任を果たしていない無責任な飼い主のやることです。これは動物愛護法第7条2項に違反する行為となってしまいます。ということで、今日は動物愛護法で定められている飼い主の責任とは何か、具体的には6項目あるので、それを一つずつ解説していきます。知ってますか？動物の飼い主の責務、飼い主の責務、まあ、飼い主の責任は動物愛護法第7条に明記されている6項目でございます。一つずつ見ていきましょう。まず一つ目は迷惑防止ということですね。動物が人とか物、まあ、財産に危害を加えないようにすること、これはね、もう肉体的に噛みついたりとか、そういうことも含まれるんですけれども、それ以外にもですね、ワン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 騒音の防止、あとはうんちをした、散歩の時にうんちをした、それをちゃんと拾うとか、そういったことも含まれます。そして2番目が、感染症の予防。これは自分が飼う動物の感染症に対する知識を正しくつけて、自分や他の人に犬発症の感染症を移さないようにするっていうことでございます。で、今回の、コロナウイルスが犬に感染したというニュースもですね、しっかり調べて正しい知識を身につけて、家族である愛犬をちゃんと感染症から守ってあげる、これも飼い主の責任ということでございます。そして3番目は一掃の防止。逃げ出して迷子にならないようにちゃんと気をつけましょうねということですね。気をつけるだけじゃなくて、例えば具体的には二重扉にするとか、ドア玄関の前にもう一個ね、犬用のあの柵みたいなのを立てて逃げられないようにするとか、こういった対策を講じましょうということでございます。そして4番目、修正しよう。まあこれはね、当たり前だと思う人もいると思うんですけれども、実はですね、これ肝心なことは適切に飼うという表現がどういうことなのかっていうのを考えることなんですね。要は適切に飼うっていうのは、その飼っている動物の習性とか特性を正しく理解して、その動物に合った飼い方をその子が亡くなるまで生涯適切に管理し続けるということでございます。そして5番目は、繁殖制限ですね。最近数値規制がすごい騒がれてますけれども、あれはプロ、いわゆる第1種、第2種動物売扱業の人たちの規制項目でございます。でも本来はそれって一般の飼い主、僕たちみたいな一般の飼い主もにも必要な基準ですよね。多頭飼育崩壊なんて聞いたことある方もいらっしゃると思いますけれども、増えすぎて飼えなくなってしまうということがないように、不妊去勢手術をするとか、適切な対策を講じるということでございます。そして最後は所有者明示。要はマイクロチップですよね。この子の飼い主が誰なのかっていうのが分かるように、例えば首輪をするとか、マイクロチップを埋めるとか、そういったことが飼い主の責任として挙げられています。以上がですね、動物愛護法が定める飼い主の責任でございます。僕も今週末から保護犬の預かりボランティアを始めます。来るワンちゃんはですね、ミニチュアダックスフントなので、ダックスフントの飼い方とか、あと JKC、ジャパンケンネルクラブかなの、動物というか犬の犬種図鑑も買いました。もうすぐ届くと思います。それを見てですね、ちゃんと勉強してから、始めたいと思っております。ペット先進国であるドイツは飼い主の責任、こういったね、飼い主の責任が進んでいて、日本は遅れているみたいなイメージを持たれる方も多いと思います。でもですね、迷惑防止という点で言うとですね、どうやらドイツ人は結構その
その辺に糞を捨てっぱなしにしとくらしいんですよ。これは今ドイツに駐在行ってる僕のね友達から聞きました。さすがにその辺の道端に捨てるってことは捨てっぱなしってことはないと信じているんですけれども、結構その河川敷みたいなところは糞まみれだぜみたいなことは聞きました。でも日本人っておしっこでもちゃんとねペットボトルに水入れて持って行ってガーって流したりとかちゃんとするじゃないですか。だから飼い主の責任について日本人には知らないだけだと僕は思ってるんですよ。ちゃんと知ってちゃんと勉強したら日本人こそ本当に世界でも有数のですねしっかりした飼い主になれる国民なんじゃないかなと僕は思っているんです。ということでこんな感じでこのチャンネルでは毎週火曜日はですね動物愛護法とかそういったことに関する情報発信を行っております。今日の動画気に入っていただけましたらいいねやコメントをお願いいたします。それにしても一生勉強一生しよう、これいいんじゃないですか。一生勉強一生しよう、これちょっとねさっき話してる時に思いついたんですけど、これなかなかいいキャッチフレーズじゃないですかね。一生勉強一生しようぜ、なかなか良くないですかこれ。流行らせましょうよ。ではまた。